あれ、ちょっと待って、なんかおかしいと思いませんか？大腸ポリープの段階でこう切除して治療してしまえばですね、大腸がんを予防することができるんですね。どうも、福岡天神内視鏡クリニックの秋山です。さてですね、この前私がですね、この内視鏡チャンネルで作成した動画をですね、整理してたんですが、内視鏡に関することをほとんど話してないなっていうことに気づきました。で、実はですね、私毎日クリニックで苦しさと痛みに配慮した胃カメラ、大腸カメラ検査を患者さん皆さんにですね、提供してます。でもですね、もっともっとたくさんの方に内視鏡検査を受けてほしいなと、そういうふうに思っています。そこで今回はですね、大腸カメラ検査が受けたくなるような情報をですね、こっそりと教えたいと思います。大腸カメラ検査を受けたことがない方、しばらく大腸カメラ検査を受けていない方がですね、この動画を見終わる頃に、ああ大腸カメラ検査を受けなくちゃと思っていただけたら嬉しいです。便利なベルボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは張り切っていきましょう。皆さんご存知ですか？日本でですね、大腸がんと診断される方はですね、1日に433人います。日本でですね、大腸がんで死亡される方はですね、1日に139人いらっしゃるんですね。ちなみにですね、日本人男性の11人に1人、日本人女性の13人に1人が一生のうちに大腸がんになってしまうと、そういうふうに言われてます。なるほど、結構大腸がんになる人多いんだ。そんな風にですね、感想を持たれた方、いい感じですね。それではですね、これはご存知でしょうか。2017年の統計なんですが、日本で大腸がんで亡くなった方、1年間で5万681人でした。対してアメリカで大腸がんで亡くなった方は5万260人です。ふむふむ、なるほどね。あれ、ちょっと待って、なんかおかしいと思いませんか？確かですね、アメリカは日本の約3倍の人口だったはずです。だから単純に考えると、日本の大腸がんの死亡数よりもアメリカはですね、3倍死亡数が多くないといけないんじゃないかなと思いませんか？それなのに大腸がんの死亡数はむしろ日本の方が多くなってます。これなぜでしょうかね。食べ物の影響？大腸がんになりやすい食べ物、まず挙げるとしたらですね、お酒、あとお肉、まあ特に牛肉ですね。なんか日本人よりもアメリカ人の方がお酒も牛肉もなんか食べてる気がしませんかね。それでは医療技術の差でしょうかね。まあそれはないんじゃないかなと思います。日本の医療技術はですね、世界最高峰なので、アメリカと遜色はないはずです。答えはですね、大腸カメラ検査の受診率の差になります。アメリカではですね、約67%の方がですね、大腸カメラを含む大腸がん検診っていうのを受けてるのに対し、日本では約40%しか大腸カメラを含む大腸がん検診を受けていないんですね。この差は大きいです。大腸がんはですね、大腸ポリープからがんになることがほとんどと言われてます。ですので、大腸ポリープの段階でこう切除して治療してしまえばですね、大腸がんを予防することができるんですね。で、実際ですね、アメリカのがん協会では大腸がん検診で発見した大腸ポリープを切除することで大腸がんが減ってきたっていうふうに指摘してます。アメリカはですね、大腸カメラの受診率を上げて、片っ端からこう大腸ポリープをこう切除しまくってですね、それで大腸がんを未然に防いだんだと思います。いかがですか、大腸カメラ検査。ちょっと受けたくなってきましたかね。まあでも症状も特にないし、別に大腸カメラ検査まで受けなくてもいいんじゃないかな。そんな声が聞こえてきそうです。まあ、大腸ポリープっていうのは無症状ですからね。症状がない時にこそ自分の健康のために一度大腸カメラを受けるのがベストじゃないかなと思います。例えば血便がバーッと出て、慌てて大腸カメラ検査を受けて
進行大腸がんが見つかってしまっては遅いからですね。医学にはですね、治療医学と予防医学があります。よく例えられるんですが、川で溺れてる人を助けるのが治療医学で、川で溺れてる人を減らすために川に橋を架けるのが予防医学になります。私が主にですね、携わっているのは予防医学になります。私たちがですね、こう一生懸命作った橋をですね、たくさんの方がこう歩いていただいて、少しでも川で溺れる方がですね、減ってくれると、こんなに嬉しいことはないです。まあ、ちょっと最後少々熱くなってしまいましたが、まあ、そんな気持ちで日々診療しています。この世から胃がんと大腸がんをゼロにする、この究極の目標を達成するべくですね、明日からまた頑張りたいなと思います。今日はここまでになります。それではまた次回お楽しみに。